長野式治療は臨床科にとって最も重要な即効性それから再現性そして多くの症状や疾患に対応できる多様性を備えております。ではなぜこのような特徴があるかというとですね私たちの体に本来備わっている自然注力を生かして病気を寛解および治癒させていくという治療法だからですね自然注力が何らかの原因で阻害されてしまうと。 人は病気になっていきます。この原因を長野式治療では五つの側面から捉えております。一つ目は免疫系の異常、それから二つ目は血流異常、え三つ目は自律神経内分布系の異常、四つ目は筋肉系の異常、そして五つ目は気の循環異常ということですね。で私たちの独自の診察法によってこの自然治癒 疎外要因を見つけ出しこの分野,分野に対処できる処置法を組み立てて治療していきます長野式治療,治療は誰でも理解できる分かりやすいものです術者と患者が圧痛点や小暴り感慨などを通してその変化を共有しやすいという特徴もあります、えー、長野式ではこの極小診も非常に大事に重要に考えております 体のいろんな反応が各特定の部位に出るということで私たちはこの特徴局所心というものを大事にしておりますまず転輸ですねこの転輸というのは口外変動の反応点になります通常の転輸になりますね乳腰突起の口火災ですねこれが口外変動それからこのちょっと上の方ですね乳腰突起の直下に A.M.A. というツボがあります。で、これはイントヘントですね。リンクの反応になります。え次が強さ乳突付ですね。えこれは、えー、非常に大事な、えー、診断ポイントになります。で、ここのこわばりがあるということは、えー、筋肉の緊張が何らかの形で出ているというふうに見ていきます。で、この場合ですね。 えー、この強さ乳突筋を刷新すると挟むような感じで見ていきますあるいは圧迫するとここの小暴りを見るということですねあとは凍房血ですね凍房血を見る場合はここの100円という壺ですねえ通常の100円になりますけれどもこういうところを圧迫するとで凍房血がある場合はですねここの熱感あるいは圧痛あるいはブよブよ感 という形で出ている方がいます。次はアレルギー処置になります。で、このアレルギーというのはですね、そう簡単に治せるものではないですね。えー、結局はその体質を変えていくということになってきますけれども、針灸でもある程度の効果はございます。で、長野式の場合はですね、えー、まあ、総力戦といいますか、自律神経あるいは腹腎あるいは血流、いろんなツボを使っていき 一つは交感神経のお下緊張といいますか自律神経の調整のツボそれから副神経のツボそして、えー、血流ですね、えー、血流を促すツボですねそれから免疫系のツボですねそういうところをそれから血糖ですね血糖の調整というツボを使っていきます腰の方からやっていきたいと思います。 で腰の溶湯はですねこの仙骨裂甲の先の方ですね通常の溶湯というツボですねこれは直視でもいいですね寸三二番ですね非常に過敏なところですでこれは副交感神経を鼓舞させるようなツボになりますしばらく弱託して 止めておきます。